まあ、時間には数分早いんですけれども、皆さんいっぱいですので、トークを始めたいと思います。本トークはトラックリーで、15時30分からの、オズニオさん、イエットアナザーパールクッキングのトークを開始いたします。Twitter は、Twitter のハッシュタグは、チネジア B です。では、オズニオさん、よろしくお願いいたします。はい。ありがとうございます。ご紹介に預かりましたモズニオンと申します。Yet Another Pearl Cooking というタイトルで発表させていただきます。まあ皆さん気づいてないと思うんですけど、これはヤプシーっていうイベント最後だと思ったんでこういうタイトルにしました。モズニオンという ID でやっております。こういうので様々なところにいるのでよかったらフォローとかしてください。でですね、私はヤプシーユーロップ2015っていうスペインのグラナダで開かれるヤプシーにちょっと登壇することになりましてですね、スタティックコードアナリシス4パールっていう、まあ簡単に言うとパールを静的解析する話全般についてやってくるみたいな感じなので、まあ皆さん暇だったら来てください。あ、ここ滑ると思ってたんですけど。で、じゃあ本題に行きますけれども、そもそもイェットアナザークッキングとは何ぞやという話になるわけですね。でこれイェットアナザークッキング何かっていうと、まあこれはなんかそんな言葉はないので僕が勝手に定義したやつなんですけど、まあまず API ベースドであることで、これは自分の好きなガジェットを使ってまあ調理ができるみたいな感じになることだと思っていて、もう一つは再現性があることで、もう一つは自動的であること、この3つが僕の考えるイェットアナザークッキングだと思っています。でそれぞれについて見ていくんですけど、その API ベースの何かっていうと、まあ、例えば料理をするにあたってスイッチを押したりとか、こうつまみを絞ってとろ火とか、もうなんか無理じゃないですか、はっきり言って。料理本にとろ火って書いてて、なんかもうとろ火の定義がわからないみたいな、もうそんな古いそのなんつうんですかね、インターフェースを使って料理をするのから我々は脱却していく必要があるっていうのと、まあなんつうかそうですね、API、クッキング API っていうのが提供されていることが何を意味するかというとですね、僕らの好きなガジェットを使って料理ができるわけですよ。 iPhone でも Android でも、まあ、もちろんカールでもできるわけですね。そういうことができる、まあ、これが API ベースドクッキングのすごいところ。でもう一つは、再現性というところで、誰が料理をしても同じ結果が得られる。あ、関数型の人いますか。雑な振りですけどそんな感じです。で、まあ、自動的であること、まあ、これ重要で、凝った料理をしようとすると1日が潰れるんですよね。で1日が潰れるってことは我々の寿命が1日縮むってことですから、もう凝った料理やるには人生は短すぎるんですよ。やっていくには自動化を進めていく必要がある。でこれがまあ3つの柱かなと思っています。まあ、イェットアナザークッキングを雑に言ってしまうと、まあ、プログラマブルなクッキングであろうということをまあ定義にしたいなと思っています。でノミクっていうすげえデバイスがいて、これなんですけど、これがまあとにかくすごい。何がすごいかというと、このノミクが何かっていうと、低温調理っていう調理の一ジャンルがあって、これ後で説明するんですが、今すごいホットで、ローテンパーチャーのホットな、クッキング手法みたいのがあって、それをやるためのデバイスです。でこれ何をするかっていうと、水の温度を一定に保つ君なんですよ。それだけなんですけどすごい。でこれはやばくて、オープンソースの API が提供されている。なんか公式サイトを見るとデベロッパーズフレンドリーって書いてて、あ、これは買うしかないなということで僕は買いました。でこういうふうに使うんですね。こう鍋があって、水が張ってあって、飲み具をぶっ刺して電源を刺して、好きな温度にすると、その水が好きな温度になる。でそれを永遠保ち続けてくれるみたいな、非常に便利で、さっき言ってたその低温調理って何ぞやみたいなところがまああると思うんですけど、低温調理っていうのはですね、まあ別名は真空調理法と呼ばれるもので、まあ、簡単に言うと、温度が一定に保たれた水槽に食材を沈めて、でその温度で調理をするっていう調理の手法です。で、まあ、何が嬉しいかっていうと、例えば今肉の話をします。肉の話をしますけれども、肉には2つ要素があって、ミオシンっていう要素とアクチンっていう要素があります。でそれぞれミオシンっていうのは40度で変質を始めて、でアクチンっていうのは66度で変質を始めるんですね。でこのさっき言った66度で変性してしまうアクチンっていうやつ、アクチンが変性すると肉はパサつくんですよ。
だから66度以上で肉を調理するとパサつくんですよ。わかりますか、ここまで。もう皆さんドン引きだと思うんですけど。でただあの生で食べたらいいかっていうとそういう話ではなくて、菌の概念というものがあって、そのバクテリアを我々は、殺していかなければならない。だからそうしないと食当たりになってしまうので、でつまりどういうことかっていうと、60度から65度にキープする必要があるんですよ。でなおかつコラーゲンっていうのが65度くらいで、加水分解というのを始めて、いやどんどんあの柔らかくなっていくんですね。なのでここら辺の温度をキープしてずっとやっていく必要がある。で次は野菜の話なんですけど、野菜っていうのは、まあ、これは根菜の話なんですけど、まあ、人参とかじゃがいもとかで、根菜っていうのは60度で煮ると硬くなるんですよ。でこれどういうことかっていうと、60度で下茹でをしておいてからさらに強い熱を加えると煮崩れしなくなるってことなんですね。最初から80度とかで根菜を熱すると煮崩れを起こすんですよ。煮物やる人いますか？あの煮物いきなり煮ると煮崩れしますよね。あれはなんか60度で1時間くらい下茹でしてからやると柔らかいのに崩れないみたいな不思議な野菜ができるんですよ。これはこの下にあるこの論文がすごい役に立ちます。あ、これ本当に論文になってるんですよ。あ、これ多分スライドの URL なんですけど、これは論文になっていて非常に役に立つ。でこうした知見があるんですが、ただですね、こう水の温度を一定にするだけじゃんって皆さん思われると思うんですが、水の温度を一定にするというのは並大抵の努力ではないわけですね。火加減とかすごい難しくて、まあちょっとでも火が強かったらどんどん熱は上がっていくし、ちょっとでも低かったらどんどん熱は下がっていくわけです。だからキープするっていうのは非常に難しい。でそのキープをミスると、まあ、大体温度が低くなっていく、まあ温度が高くなると、まあ、硬くなっちゃうだけなんですけど、温度が低くなっていくと、まあ、ここで菌の概念が出てきまして、まあ、菌が繁殖して、まあ、最悪の場合死に至るということになるわけですね。で、ノミクっていうデバイスはそれらを全て解決してくれるんですよ。すごいでしょう。あ、これ拍手です。すげえじゃんって思うじゃないですか。でもですね、一つ問題があってですね、ノミクはアメリカから発送されてくるはずだったんです。7月の30日に届くよってメールも来たんです。来ねえ。ノミクが来ねえ。まあすごい困ったわけですね。どうしようかなと思って寝込んだんですけど、まあ寝込んでても仕方がないのでどうするかっていうと、このノミクと互換な機能を持つものを自作しようかなと思って、ここからは自作した話になります。で、まあどういう機能が必要かなと考えた時に、まあ水の温度を一定に保つ機能っていうのは絶対必要なわけじゃないですか。で、まあコントロールできる Web API も必要なわけですよ。ね、至って簡単。この2つだけ、この2つだけ満足できればいい。まあ API のスペックを考えた時に、まあ調理開始と調理ストップと、あと途中で温度を変えたいと、あとその時のステータスを取りたいみたいな、この4つが最低限あれば、まあ料理に支障はないであろうというふうに思ってこれらを実装していく話になります。でアーキテクチャですけれども、アーキテクチャは至って簡単。ラズベリーパイが1台あって、そこから、水温計がつながっていて、これらがこうやり取りをして、水温をモニタリングする。でもう一個はこうリレーとヒーターをかましておいて、でリレーのオンオフでヒーターのオンオフを調整する。言ってる意味わかりますか？僕もこの図書いてて言ってる意味わかんないなと思ったんですけど。でこの温度調整のところがどうなってるかっていうと、ラズベリーパイの上にもちろんパールで書かれたデーモンがあってですよ。皆さん最近パールの話しないから、パールで書いたデーモンがあって、それがこう水温計をこうモニターしていて、で一定周期でグロースフォーキャストという便利なパールで書かれたモニタリングツールにどんどん温度を投げていく。でこういう風になるわけですね。こうです。この銀色のが温度計です。で、ヒーターのコントロールの部分はどうなってるかっていうと、これも同じくラズベリーパイにアモン2ライトという素晴らしいウェブアプリケーションフレームワークがありまして、それで動いてるサーバーがあって、でグロースフォーキャストから、1分おき
グロスフォーキャストは分解能が1分のやつがあるんで、1分おきに最新の値をガーッと取ってきて、で例えば式位置温度があって、それを超えていたらオフって、下がっていたらオンするみたいなことをやるっていう風になっている。このリレーをオンオフすることでヒーターのオンオフもできるみたいな風になってるんですね。でもちろんサーバーには API アクセスがあると。あ、こういう風になってますね。本来であればヒューズをかませる必要があるんですが、私の手違いでちょっとヒューズをですね飛ばしてしまってですね。ヒューズがないという、仕方がないので直接つないで頑張るぞってやった結果がこれになります。すごい、 ここの電源からヒーターにつながります。あ、別アングルです。で、全体図がこんな感じ。こうラズベリーパイから温度計につながり、リレーにつながりみたいな、すごいシンプルな構成になっていますね。で、あ、これさっきちょっと言っちゃったんですけど、どうやってその温度を一定に保つかっていうのは、そのデーモンが水温計をモニターしていて、その温度をどんどん逐次グロースフォーキャストに上げていくみたいなことをやっている。で、そのグロースフォーキャストからサーバーは定期的に、最新の温度情報を抜き出してきて、でその温度がもしその設定した温度、例えば60度よりも高くなっていたら、リレーをオフにしてヒーターをオフにする。逆だったら、リレーをオンにしてヒーターをオンにするみたいな感じの、至って素朴な、多分フィードバック制御とかやってる人がいたらぶん殴られるんで、すごい牧歌的な制御でやってるんですけど、まあこれで、まあ、動くのかどうかみたいなところを実際にやってみましょう。これは、牛ももです。で、これが非常に重要なデバイスでして、これは、真空パック機っていう、今年買って一番良かった家電なんですけど、真空パックできるんです。これですごい曖昧な説明なんですけど、真空パックしたのがこうなるんですよ。自宅でこういうのができてしまう。あ、別アングルですね。こういうことができる。この真空調理法、さっき低温調理法のことを真空調理法って言ったと思うんですけど、真空っていうのはこれから来てるんですね。こう真空パックした料理を水に沈めるみたいな、そこから来ていて、まあ、こういう真空パックをする必要があって、まあ、一般家庭にはこういう機材はないので、普通はジップロックでやります。で、これが様子です。これはひどい。これ場所の都合上ですね、風呂場で やらざるを得なくて。でも風呂場は便利なんですよ。60度のお湯とかが出るんで、あらかじめ水温高くしておけるみたいなメリットが。で、これはやっている様子で、これが初期状態ですね。で、これが投入された状態です。もう非常に、なんかお見せしてよいのかみたいな。で、これでもうどんどん調理やっていくわけですね。で、さっき言ってたこの API の部分がどうなってるかみたいなところをちょっと説明すると、まあこれが、ラズベリーパイで動いてるサーバーの状態で、あ、以上みたいな。もうこれで、あ、今なんでデモをやったんかって感じなんですけど、これです。これが今動いている。で、クライアント側どうなってるかっていうと、ちょっと見にくいんですが、こうスタートってやると、こう200が返ってきてスターテッドってなって、ステータスを見ると、こうスターテッドがトゥルーになって、テンパーチャーが60度になって、で今の温度は48度ですよみたいな。で、温度を変えるぞって62度にしたら、テンパーチャーが62度になって、この62度を目指してくれる。こうステータスも新しくなって、でストップってやると料理が止まるみたいな。なんか至って普通の JSON API なので、こう、まあ皆さん iPhone アプリとか作っていただいてもいいんですけど、まあこういった、API サーバーが動いている。で、ちょっとソースコードでも見えますかということで、ソースコードは、こんな感じで、これがサーバーのコードです。いきなりフォークをしていて勇ましいんですけれども、いきなりフォークをして、1分ごとにウォッチをするというやつを書いていて、で、シグナルを全部受け取ったら全部殺すみたいな。あ、これはすごい実装だ。結構突貫で書いたんで、で、まあ、こうエンドポイントがブワーッと生えていて、みたいな感じですね。で、これが、実際に、ヒーターをオンオフするくん、こんなんでいいんですよ。すごい。で、温度をモニターするくんはこんなんです。あまり感動がないですね。じゃあ、戻ります。で、
これがグロースフォーキャストで温度を取った結果なんですけれども、ここが料理開始で、ここがまあ加熱してるフェーズみたいな感じですね。でちょっと上に行って戻ってるのが分かると思うんですけど、これは多分制御のために取られたマージンだと思うんで、でこれをどんどんキープしていくみたいなことがあんな装置でできるとで4時間経った結果がこちらになりまして、これだけ見ると だいぶまずいんですけど、でこれがこうなっていって、こうなっていって、あこんな感じですねみたいな。今見るとあんま美味しそうじゃないのでなんかローストビーフができて、それでもまだこんな残ってるみたいな感じの料理が出来上がるという三段になるわけですね。拍手が起きないですねまあ冗談は置いといてですね、まあ見てわかるように簡単なんですよ。簡単ですよねで、イェタンザクッキングを全て満たしていると思っていて、これらは例えばラズベリーパイ、あこれはなんか API ベースドっていうのはラズベリーパイが Web API を提供していて、まあなんか自分の好きな、ツールを使って料理ができると。僕はカールが大好きなのでさっきカールで調理をしたんですが、カールで調理ができる。でこの再現性っていうのは何が再現性なのかっていうと、我々はソースコードをシェアしてそれを実行するだけでレシピを再現できるようになったわけですね。あどこかでなんかこういうツールを聞いたことがありませんか。シェフですね。あのシェフの概念をリアルワールドに持ってきたのがこちらになります例えばこういうソースコードを提供するだけでなんと同じものができてしまう。でオートマティックっていうのはまあ言わずもがない、我々は何もコントロールしなくても温度を機械が一定に保ってくれる。でまあ応用事例みたいのをちょっとやっていきたいんですが、例えばスロークッカーっていう調理器具があって、まあなんか高性能炊飯器みたいなやつなんですけど、それは温度を一定に保つ機能をあらかじめ持っているっていうか、まあだいたい固定温度なんですけど70度くらいでキープするみたいな機能があるので、それを活用する、同じようにさっきのあの雑なリレーみたいな感じで活用するのはまあいいことかもしれない。でこれはクッキングフォーギークスって本に書いていて、これは私の聖典なんですけど、これはもう皆さん読むといいと思います。あとはこのナオタコさんという方が書いているブログにも同じ事例が書いてあって非常に参考になる。で他の電子機器はどうかっていうと、ホットプレートはやってみると案外難しいことが分かって、なぜならホットプレートには余熱の概念っていうのがあるんですね。だからオフにしたところでどうしようもない。でコンベクションオーブンはやったらいいと思うんですけど、僕は持ってないのでやってません。で油で揚げることを自動化できるのかっていうと、これは危険なのでやめた方がいい油で揚げるっていうのはすぐ終わるんで、つうか油で揚げてる時目を離しちゃダメですよでこれはすごい申し訳ないんですが、やりやり言っててやれなかったのが、CI ジェンキンスとかと組み合わせるとか、クロンタブと組み合わせるみたいなことを本当はやりたかったんですけど、ちょっとこれは手が回らなくてできませんでした、すいません。であとは安全性にこのシステムは非常に問題があってですねこれさっきヒーターがこうくっついてたところなんですけど、まあ、見事に行っちゃってしまってるわけですね。これは変な匂いがして気づいたんですけど、これは完全にやばくて、まあ、こういうことになるので、もうちょっとこれは何とかしていく必要があるなという次第です。であとは対流を本当は水槽の中に生み出さなければダメで、そうしないと熱の伝導が一定にならないんですね。一部はすげえ熱くて一部はぬるいみたいなことになってしまうんで、そこら辺を何とか作っていく必要があるなという感じで、なんかおもちゃの流しそうめんをやる機械があるんですけど、あれを昨日買いましたまあ結論に移らさせていただきますけれども、まあ今やですね、皆さんお手持ちのガジェットっていうのは新しい調理器具になったということが言えます。でまあソースコードをシェアするってことはレシピをシェアすることで、デバイスの力を借りることによって、料理の自動化っていうのはできる。で最近はそういうデバイスがあるんですね。さっき紹介したノミクとか、あとは最近だとこっちは手に入るんですけど、アノバっていうのがあって、ただアノバは API は提供してないんですが、アノバっていうのがあって、まあ、こういうのが最近市場にあるので非常に良いですねと。でまあちょっと DIY 精神を発揮すれば
そういうものは簡単に作れるので、まあ、皆さん作っていきましょうみたいな感じですね。まあ、これは楽しいことです。じゃあ以上で発表の方を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。何か、まあ、あるでしょうね、ご質問などあの揚げ物がやばいっていう感じのスライドあったんですけども、はい、コンビニとかでフライヤー使って揚げるときって時間になったら自動で上がっちゃうと持ち上がったりとか、あ、はい、そういうカゴのついたやつがあるんですが、あれをとあと油の温度を監視するやつを使えば意外とできるんじゃないかなと思ったんですが、まあ、自分で作ればいいかなって話だったんですけど、はい、どうですかっていう。あ、なるほど、面白そうですけど、多分火災保険が適用されなくなるあの金持ちになったらやります。他の質問、はい、あ、刺してみたい。あ、じゃあ、はい、とりあえず、はい、とても面白い発表ありがとうございました。ありがとうございます。あの、調料理って一般的にその加熱だけじゃなくて、例えばなんか加工を切ったりとかあると思うんですけど、はい、なんか例えばその、まあ、千切りにするとか、はい、なんかそういうのを自動化するっていうソリューション、なんか検討されてたりはするんでしょうか。なんか過去にあった事例で、ああ、え、あ、今マイクで言ったから大丈夫ですか。ああ、なるほど。今のは、なんだっけいや、あの、調理っつうのは、食材を加熱するだけとかではなくて、切ったりとかそういうのが必要ですけど、そこら辺を自動化するソリューションがあるのかみたいな話ですよね。それはなんかかつてあのメーカーで見たことがあって、レゴブロックがこうスライサーにこう玉ねぎを押し付けてこう前後に動かすっていうのがあったりで、なんかすでに結構検討されている分野かなというふうに思っています。なんかそういうデバイスを作るのは割と楽しそうだなという印象があります。ありがとうございます。料理の話、大変興味深かったです。ありがとうございます。例の方で、あの、牛肉は60度で4時間でしたっけ。牛肉はこの例では63度で4時間やっています。それ以外のお肉で、温度と時間でちょうどいいのがありますが、教えてください。それ以外の温度になってくる、それ以外の温度で最適な温度がどうかという話なんですけど、まずですね、豚肉は非常に菌の外面が危ないので、こういったことをするのは難しいというか、まあ、65度をだいたい多くの肉は目安にしているんですが、こんなことを言って果たして大丈夫なのかおそらく、はい、なんかそこら辺はさっき言ってたクッキングフォーギークスっていう、あ、実はこの続きがあってですね、読むと良い本っていうのがあって、このクッキングフォーギークスっていう本と調理学という本を読むとあのここら辺が非常によくわかると思います。参考になれば。ありがとうございます。一応これお話ししていることを真に受けるのは気をつけてください。不審では責任を持てませんし、多分彼も責任を取れません。面白い話ありがとうございます。ありがとうございます。先ほど参考にあげてたブログを書いてたものなんですけど、はい、僕のアフィリエイトからクッキングフォーギークス買ってください。あの、毎週鶏むね肉を煮て食べててすごくハッピーなんですけど、ちょっと行き詰まりを感じていて、はい、その他の食材でおすすめがあれば、野菜とか魚とかあれば買いたいです。他の食材でやるとしたら、僕はすごい卵と大根がいいと思っています。心は、卵はなんかこれもクッキングフォーギークスに書いててやったんですけど、卵は半熟卵を作るのは実際は1時間ずっとやるのが良いって書いていて、なんか1時間ずっと温泉卵を作る温度で卵を沈めておくと非常に体験のある味になるんですね。だからその卵、温泉卵をやるっていうのは非常にいいかもしれないのと、あと大根をやるとなんか大根が崩壊する瞬間を見れるのでなんか最初はあの原型をとどめているんですけど、こうすくった瞬間に全てが崩れ落ちるみたいな状態になるところを見れるので、そこは面白いかなと思います。ありがとうございます。参加させていただきます。今回ご紹介いただいた例はあの温度制御の例だったんですが、はい、あのまあ、実際の商品でもあるいは、実験した例でもいいんですけれども、例えばきつね色になるまで炒めるみたいな、
画像処理ですと色を判断してください。ああ、そうした事例は僕が知る限りではないので、すごい面白いんじゃないかなと思います。ありがとうございます。他にご質問などございますでしょうか。ないですかね。あ、ありますね。すごいなんか たくさん質問があって嬉しい。あ、じゃあ左側から順繰りにお願いします。こうお願いします。発表の中にあった肉って美味しかったですか。あれは非常に美味しいですね。なんかしこたま美味しくて、なんか今の肉が美味しかったかって質問なんですけど、しこたま美味しくてですね、なんかあれ作った日は一人で 500g くらい食べてしまって、なんか米とか一切なかったんで不健康だと思うんですけど、非常に美味しいです。それだけは保証します。自分も試してみたいなと思ってます。安全、自己責任でお願いします。素晴らしい発表ありがとうございます。ありがとうございます。現在、最高の調理デバイスを手に入れられたと思うんですけども、未だなおこない飲み食に対して現在どういう心境かお聞かせ。あ、飲み食が来ないことについてどういう心境かって言われると、まあ、心は無でありって感じですね。まあ飲み食が来たら飲み食を使います。ありがとうございます。4時間ヒーターをつけたり止めたりしてたと思うんですけど、はい、光熱費的なところでなんかかなりかかってたのはありますか。あ、光熱費がどうなのかという質問なんですけれども、光熱費はですね、実はまだ請求が来てないんですね。ただメーターがすげえ勢いで回ってることだけは分かる。次の請求が非常に不安です。高いと思います。ありがとうございます。投げ込みヒーターはですね、補足で言うとあれ1000ワットなんですね。ドライヤー並みなので結構電気代かかると思います。他ご質問など、お、はい、発表面白かったんで、今後もぜひなんかドライブをお願いしたいと思うんですけど、 ありがとうございます。参考にちょっとしたいんですけれども、使った水の量っていうのは、今回なんかでかい入れ物に入ってたんですけれども、もっとコンパクトにできたりとかするんですか。今大きな入れ物にたくさん水を入れて調理されている件についてどうなのかみたいな、もうちょっと少なくできないのかっていう質問なんですけれども、それは可能なんですね。可能なんですけれども、水の量を大きくすれば大きくするほど、多くすれば多くするほど、温度の上がり幅と下がり幅が緩やかになる。ゆっくり冷えるし、ゆっくり温まるみたいな。最初から温めておいたやつをそうたくさん貼っておくと、温度の下がりが緩くなるので、なんていうか温度の保持みたいなのが簡単になるんですね。なので多めに水を張ってるんですけど、それは多分さじ加減かなというふうに思っています。多分小さいやつで、例えばさっきの飲み具なんかは鍋でやるんで、そんな水の量は多くないわけですね。なのでそこら辺は、まあ、個人のさじ加減かなという感じがしています。ありがとうございます。質問ございますでしょうか。素晴らしい質問ありがとうございます。質問じゃない、発表ありがとうございます。ノミックがまだ来ていないということなんですけれども、実際ノミックが届いたときに自作したものと の効果の検証をちょっとやっていただけたらなと思ってのお願いです。はい、それはもうぜひ絶対やろうと思っていることなので、まあ僕ので、あ、すいません、またこれは質問繰り返さなきゃダメなシステムになっているんで、質問繰り返しますが、ノミックで作ったもの とこの僕が作ったやつで調理したものの、まあ、差分というか、それの差をぜひレビューしてほしいという要望をいただいたんですが、それは必ずやる予定です。食材の費用が2倍になるんですが、まあそれはやろうかなと思っていますので、なんか多分僕のブログとかで、まあ、成果を発表できたらなと思います。期待しています。ありがとうございます。他どなたかございますでしょうか。最後の一つぐらいかなと思うんですけれども、似たような調理方法を炊飯器を使ってやるっていうのを
一回何とかやったことあって、まあ、それでもそこそこ美味しくできたんですけども、なんであのヒーター買ってきたんですか。まず炊飯器バラしてみて、そっちをハックした方がいろいろと手っ取り早かったです。なんで炊飯器を使って低温調理をするっていう手法はまあ一般的で、でそれを使って、まあこういうヒーティングの機構を作ればいいんじゃないかみたいな、まあ、意見みたいなのをいただいたんですけど、まあ、炊飯器が壊れるとちょっと生活が困るっていうのと、まあ、そういうあの本当は飲み食の話をする予定だったんですよここでは。あの自作をするっていう話ではないんですこのトークは。自作のをする話でもないのに、なんか飲み食がいきなり来ないことになって、で急いで大慌てで私は自作をしなければならなかったわけです。でそうなった時にいちいちあの中身がブラックボックスの炊飯器を購入してきてバラしてヤプシーに間に合うのかって聞かれると、僕は間に合わなかったと思う。で投げ込みヒーターは何より安くて、あれ3800円なんですよ。すごいでしょ。何を自慢しているんだ。あのシステム全部込みで8000円くらいなんですよ。感心された。でノミクは、2万7000円くらいなんですよ。リーズナブルで、炊飯器多分買っちゃうと炊飯器で9000円くらい取られちゃうんで、まあなんか安くあげるためには良かったかなという感じはしています。すいません、なんか DIY のセッションと勘違いしました。もうちょっと時間があるのでね、こちらで質問を締めさせていただきます。以上で、モズニオンさんのレッドアナザーパールクッキングの発表を終了いたします。皆さん拍手をお願いいたします。ありがとうございます。